こんにちは、大島です。それでは、商品のジャンルについて、ご説明いたします。まず商品のジャンルについてですけども、いろいろあると思いますね。家電とか、レディースファッションとか雑貨とか、オフィス用品だったりといろいろあると思うんですけども、まずはですね、一番、とっつきやすいレディースファッションをやっていただくというのが、一番いいかなと思います。あくまでも最初ですね、最初の方がですね、基本メルカリについてはレディースの方もやはり人口的に多いのかなと思いますので、レディースファッションがいいかなとも思います。ただですね、みんなが同じことをやっていてもね、しょうがないので、ちょっと途中から変えていただいたりとか、していただく必要もありますが、まずは商品のジャンルについて、ご説明いたしますので、ここではレディースファッションということに絞って、ご説明いたします。まずレディースファッションいろいろありますけども、会社がですね、まず、いっぱいありますね。会社選びからまずは、まず会社選びからやっていきましょうということです、はい。なぜ会社選びからなのかというと、商品説明ですね、商品説明が、みんな同じだからです。まずレディースファッションと決めたら、まあ、会社がいっぱいあるんですね。会社がいっぱいあるんですけども、その中でこの会社で決めたってなったら、この会社に決めて、その会社の商品を片っ端から出していくと、そういうふうにやるのが一番効率がいいですね。なので、まあ、会社を一つ決めるか、会社を決める。はい、会社を決めるメリットとしては、商品説明が同じ。送料。送料が同じ。計算がしやすいですね。はい、まあ、もちろんそうですね、送料が、同じなわけですから、毎回同じし、例えば利益が1000円、送料が、仕入れ送料と発送送料が1000円だとしたら、2000円毎回出せばいいので、毎回同じ計算をずっとすればいいだけなんですね。そうすると非常に楽なので、そういうことになります。もう一点が、連続して出せる、早いですね。スピードが速い。連続してこうガッ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 って出せるので、まあ、同じことですね。これも同じことなんですけども、同じことの繰り返しができるので、まあ早いと、出品スピードですね。出品スピード、出品スピードは早いということですね。あとは、セット割りか。
セット割りが有効になるんですね。まあ、セット割りについてという動画でもお話ししたと思いますけれども、あの計算をやるとですね、同じ会社で、ずっとやっていくと、いうふうな方がセット割りの利益がどんどん増すということになります。でですね、まずは、すぐに、出品数を出品数を増やすというのが非常に大事になってきますので、会社を一つに決めると、会社の一つに決めてどんどん出していくということです。なので最初に大きなレディースファッションという枠で探していって、でこの商品いいなと思ったらポチッと押すじゃないですか。で押したらその会社に飛びますね。その会社のところに会社一覧というところがあるので、その会社一覧をポチッと押すと、その会社が出している商品がバーって出てきますので、そこを見てですね、あこの会社いいなと思ったら会社を一つに決めて、でそこの会社をどん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 上から順番に出していくという風な方を最初やっていただけたらいいなと思います。それでですね、最初に気をつけていただくことが あるんですけども、納期ですね、はい、会社によってですね納期が結構違います。即日即日発送してくれるところもあれば、2週間から1ヶ月みたいなところもあるのですね。なのでここをですね、最初にチェックしておかないと、お客様から注文が入った時に、まあ注文が入ってから注文するわけじゃないですか。なんですけども、お客様から注文が入った時に発注してメルカリって最大4から7日発送までしかないので、それ以上になってしまうとお客様からですねクレームが来たり、まだ商品届かないんですけど大丈夫ですかみたいな風な、コメントが来てしまいます。なのでですね、これを最初に確実に見るようにしてください。それでは、まとめますけども、レディースファッションで今回はやっていますから、レディースファッションで見る、検索する、でポチッと押す、そしたら会社に飛ぶ、で会社の、ね、商品数がどれぐらいあるのかとか、会社の、納期、まあ、下の方に行けば見えるので会社の納期を見ると、それで、会社を一つに決めて、出品数をどん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 スピーディーにバーッと増やしていってもらって、それで出品数を増やして評価も増やして、で売り上げも上げるというふうにですね最初はやっていきたいので、そういうふうにぜひやっていってください。はい、それではですね、今回は商品のジャンルについてというふうなことをお話しさせていただきました。本日はありがとうございました。